皆さんこんにちは、ゆりです。今回はもののけ姫の動画ということで、もののけ姫関連のグッズの開封から始めていこうと思います。実はこれを買ったのは結構前だったんですけど、もののけ姫を描くタイミングで開けたかったんで、数ヶ月ほど箱に入ったままになってました。どんぐり共和国で見つけて一目惚れして買ってしまいました。物は極力増やさないようにしてるんですけど、これはもう我慢できませんでしたね。全部で4種類あるみたいで、僕が買った時はこれしか置いてなかったんですけど、このデザインが一番好きだったんで本当にラッキーでした。そしてなんとこの置物、暗闇で光るんです。めっちゃ可愛いですよね。寝室の隅っこにちょこんと座ってもらう予定です。はい、では早速絵を描く準備を始めていきます。この作業台すごく気に入ってて、今年のベストバイ候補です。ちなみに候補その2は、この撮影に使ってるソニーの Vlog カム、ZV-E10 っていうこのカメラです。今回描く紙は、世界堂で購入した厚さ2ミリの剣塗紙です。表面がとてもスベスベしていて、アクリル画専用の紙ではないんですけど、気に入ってこれをよく使ってます。で、マスキングテープはダイソーで買った一般的なマスキングテープを使ってます。はい、早速書き進めていくんですけど、画面に何本か線を引いて分割してます。顔の細部を描いてるシーンを飛ばしてしまったんですけど、僕はキャラクターの顔だとか重要なパーツを描いてるときは、顔が紙にくっついてしまうほど近くで描いてるので、そのシーンはカットさせてもらいました。ということで下書きが終了しました。バランス等は大体そうですね、本家にかなり近づけられたんじゃないかなと思います。続いては練り消しで線を薄くしていきます。この工程では紙に付着したゴミだとかホコリだとかを取り除く効果もあります。消しゴムで完全に消してしまうと色を塗るときに見失っちゃうので、練り消しの方が使いやすいです。このパレットに残ったままになってるのは前回描いたポニョの色の残りですね。明るい色が多くてすごく綺麗です。言いながら捨ててしまうんですけど。はい、それでは選手の入場です。基本的にアクリル絵の具はリキテックスのものを使ってます。一つターナーの黄緑色も混じってますね。アクリル絵の具に関してはリキテックスメインでこれからも使っていく予定です。他のブランドあまり試したことないんですけど、リキテックスがかなり使いやすいので、まあこのままでいいかなっていう感じであります。もしまあ他の機械とかあればそっちも使ってみたいなとは思ってるんですけど、
背景を書き終わる前にも紙のパレットが1枚、1ページ終わってしまいました。このシーンでは新しいカメラワークというか撮影技法に挑戦してるんですけど、全然かっこよく撮れませんでした。なんかもっといい感じに撮れると思ったんですけど。そして背景を描き終わりました。また懲りずにこのカメラワークに挑戦してます。もう少しちょっと練習が必要なんでね、もうちょっと上達してから出直してきます。絵の具浮いちゃってますしね、キャップ外すとき。これは完全に黄色を入れすぎました。今サンの着てる毛皮の色作ってるんですけど、こんなに黄色くないですよね。結局白と灰色を増やしてもっと落ち着いた色味にしました。それと筆が細すぎて描きにくかったんで、先日世界堂で買った新しい筆を使い始めました。この平筆ですね。今まで持ってなかったっていうのがちょっと問題があったんですけど、すごく使いやすくていい感じです。ただ細かい場所だと平筆使えないので、また今まで通り細い筆で描き進めてます。ここでピュアレッドの登場です。さてこれはどのパーツに使う色でしょうか。はい、正解は3のお面でした。このお面ずっと欲しかったんですよね。すごくかっこよくて、なんなら今でも欲しいんですけど。いっそのこと自分で作ってしまうっていうのもありですよね。粘土ヨシリンさんみたいに紙粘土で作ってみるのも良さそうですね。パレットナイフで絵の具をこねくり回してる映像ってずっと見てられる気がするんですけど、共感できる方いらっしゃいましたらコメント待ちしております。で、今こねくり回してた色は実は肌の影の部分でした。全然雰囲気違うんですけど、乾くとすごくいい色になるんですよ。実は結局色に全然納得できなくて、ほぼ全部のパーツを3度以上塗り直したんで、制作時間が過去最長の60時間くらいかかりました。今のところ今まで描いた絵全部毎回塗り直しをしてるんですけど、いつかそうですね、塗り直しなしで一発OKの色を作れるようになりたいなと思ってます。はい、では色を塗り終わったので、次に線を入れていきます。コピックマルチライナーで線を入れていきます。こちら実際の速度の映像です。
マスキングテープはヘアドライヤーだとかで温めると剥がしやすくなります。はい、ということでついに完成しました。お楽しみいただけましたでしょうか。また次の動画でお会いできることを願ってます。ご視聴ありがとうございました。ではまた。